月一千葉くん企画。今回は何を紹介しますか。またいいホラー短編漫画がありましてですね、それを紹介しようかなと。なんかこういうチャンネルだったんだっけ僕たち。怖い漫画チャンネル。おすすめ、はい。おすすめです。僕が死ぬだけの百物語を紹介します。通称僕百。作者は的場杏司さん。僕百はまだ連載中の短編漫画で、前は短くもインパクトのある話が投稿されまして、ネットニュースで話題になるなと、2023、2024年勢い止まらない作品なんじゃないかなと思います。今じゃあグイグイ来てる怖い系漫画。それでまずその短編紹介したいんですけど、その前に本作品タイトルに百物語とついてますよね。はいはい。百物語は何なのかっていうことなんですけど、百物語っていうのは昔からある怪談界の、まあ、形式の一つです。で、怪談を100話語り終えると本物の怪が現れるっていう言い伝えがあります。よくあるよね、その怖い系の話で100個目話し終えたらギャーみたいなね。室町時代ぐらいから百物語があるっていうことは、まあ、調べられていて、江戸時代ぐらいにブームになったみたいな風には言われてます。で、本来の形式的には夏に複数人グループで誰かの家で行います。2部屋か3部屋用意しておいて、3部屋全部明かりを真っ暗にします。で、部屋の配置は一番奥まった部屋に100本の灯芯を備えたアンドンと机の上に鏡を置いて、アンドンには青い紙を貼ります。で、階段を1話語ると灯芯を引き抜いて消し、自分の顔を鏡で見て元の部屋に戻ると。おう、その部屋で話して元の部屋に戻るとっていうのが、まあ、本来の形式の百物語です。ちゃんとそういう形式があるわけね。僕百なんですけど、はい、冒頭ですね、第1話、ゆうまくんとひなちゃんって小学生2人いるんですけど、最初学校の教室でゆうまくんが窓から身を乗り出していると。で、ひなちゃんはやばいと思って、ゆうまくんがこのままだと飛び降りてしまうかもしれない。ひなちゃんはゆうまくんの手を掴んで、百物語って知ってるって言うんです。うん。唐突な。もうゆうまくんがこのままだと死んでしまうかもしれないから、時間稼ぎのつもりで言ったと。なるほど。で、ゆうまくんは百物語の話を聞いて、ありがとうって言って帰って行きましたよと。で、その後、毎日学校に来て、普通のゆうまくんになったんだ、嬉しいなって言って、まあ、ゆうまくんにスポットが当てられます。で、場面がね、ゆうまくんの部屋になりまして、ゆうまくんが、ひなちゃんが百物語っていうのを教えてくれたんだ、全部終わったら幽霊が出るんだって、じゃあ一つ目って言って語り始めるんですよね。まあ、そういう始まり方なんですけど、前は1話目2話目3話目って、まずゆうまくんが最初ポーンと出てきて、階段が始まって、階段が終わったらまたゆうまくんに場面が戻るっていうような、まあ枠物語って言いまして、で、そのゆうまくんの話っていうのが家庭環境の描写がされていて、まあ、ちょっとそのネグレクトに合ってるんじゃないかみたいな。あ、それゆうまくんがね。そうですね。まあ、もしくはまあなんですよね、 DV というか、まあ、暴力暴行されてるんじゃないかみたいな、なんかちょっと不安な描写もあるんですが、聞いたのね。100話話し終わったらゆうまくんどうなってしまうかっていう物語でもあるんですが、まあ、まだ60話、70話ぐらい、今後期待と。あとでも40話ぐらいあったら どうなる、もう騒然だよね。まあ、さっきも言った百物語なので、ゆうまくんはいろんな怪談をするんですけど、人間怖い、幽霊怖い、怪異怖いとか、有名なとこだと口裂け女とかテケテケとかも的野さんのアレンジで収録されているんですけど、私の好きな話を紹介していいですか。ぜひぜひ。そういう、もうそれしかしないコーナーだ。紹介したいんですけど、クリーンガールって話があるんですね。主人公のシーキはブラック企業らしいところで働いていて、休憩スペースみたいなところに行くと山田がいたんです。やつれた顔でガムを食べながら休んでた。で、シーキは山田にそのガムよく最近噛んでるけど美味しいのかって聞くんですね。山田はいきなり、もう一度味わいたい経験はあるかと。その時の感情や体の感覚を感じられるとしたらいつがいい。大丈夫ですか、働きすぎじゃないですか山田。シーキもびっくりして、で、山田はとにかくこのガムにそれを書いてみて
想が頭に流れ込んでるんですね。わーっと。かつて付き合っていた彼女にプロポーズをして OK してもらった、2人で喜んだ幸せ絶頂の体験だった。もういいじゃん。回想としては流れ込んでる。わーって感じですよね。幸せ絶頂の最中、途中で回想が中断されるんですね。新規はあれ終わっちゃった。山田はガムだからね、どんどん味が薄くなるから、このガムも記憶が薄れるんだよ、最後には忘れてしまうんだ。ん、何何、その記憶のことを忘れてしまう。あ、でもそれは一番いい記憶なわけでしょ。まあ、その説明を聞いてる地域も、もうプロポーズの回想を思い出すことができなくて、なんかいい記憶だったんだけど思い出せないじゃないかって怒るんですよね。ひどい、それは怒るわ。山田と新規もなんかちょっと言い争いしつつ、あ、記憶を元に戻す方法とか教えてくれよって言うんですけど、山田はもうそんなことも忘れてしまって、大事なことだから早く言えとか、はい、ちょっとやりとりがあって、その後に新規ひらめくんですよね、うん、忘れたい記憶がたくさんあるぞ、ほう、嫌な記憶をいっぱい爪楊枝でガーって書き込んでいっぱい一度に食べるんですよね。忘れちゃうからね。もういろんな嫌な記憶がこう回想としてバーって流れ込んできて、地域はちょっと一瞬発狂するんですけど、それおかしくなるよね。発狂してすぐ忘れるんで元に戻るんですよね。なんか地域の状態がなんだか頭がスッキリしたと、何の記憶を食べたか忘れたけどさ、ははは。で、そのガムをめぐってですね、二人がある結末を迎えてしまうんですけど、それはちょっとネタバレになるので言えないんですけど、はは言ってるよ、だって結果どうなるかっていうのがね、あの非常に面白い。ここ結末を読んだ上の感想としては読者も読んでちょっとゾワッとするみたいな。気になるね。はい、どうですか。なんか世にも奇妙な物語的な雰囲気もあるし、さっきのあのね、語り手の子供はつまりタモさん的な位置ってことでしょ。だそれのまさにね、現代版のお話って感じがいいじゃないですか。ぜひ読んでほしい。あともう一つ、見て知らなって作品がありまして、まあ、これはもう作者が最後まで X、Twitter で、全話公開しているので全部あのネタバレありで言っちゃいますけど、東って男がいます。2年前に妻の静香を病気で亡くしてしまうんですね。でところが、東はですね、妻を失ったたまらない気持ちを毎晩一緒に寝ていた静香の布団にクッションを詰め込んで、静香はまだ生きていると思い込もうとするんですよ。で、静香に毎日話しかけて食事も用意して、そんな生活を続けていたんですね。ある晩、静香にお休みって、まあ、いつも通り言ったら、布団からお休みって返事があったと。ほう。そこから日に日に静香の喋る言葉がだんだん増えていって、もうしまいには姿を取り戻して動くようになったんです、静香。東はもちろん頭の中でね、妄想なのかなとか、ああ一応その考えはあるんだ、僕が行かれちゃったのかと、ああ一応そこの冷静さはあるんだ、それとも魂が戻ってきたのかとか、うん、危ないな。東もちょっとね、そういうのを確かめるためにですね、霊能力者の氷川さんって人に静香のことについて調査したいって依頼するんですね。本当に自分が行かれたのか、それとも静香っていう魂が霊としてあるのかどうかっていうのを判断してほしい、調査してほしい。で、氷川さんやってきて、ガチャって言って、東さんは、まあ、座って座ってって氷川さんに紅茶を出して、まあ、氷川さんその紅茶見てムッとするんですよね。静香の話を氷川さんにして、まあ、こういう感じなんですよ、静香本当に言うのか、私が頭がいかれてるのか、じゃあ合わせますと氷川さんに合わせるから見てくれ。緊張の一瞬ですね。静香は、はじめまして妻の静香です。で、氷川さんはもう、まあ、退治しても残念ながら静香さんのことは何も見えないし聞こえないんです。ほう、全部妄想だと思います、すいません失礼しますって足早に帰ろうとします。怪しいね。そしたら東さんが、ちょっと待ってください、もしかして紅茶に入っていた髪の毛が嫌でしたか。まあ、さっきムッとしたって言ってたね。氷川さんがわざとですかって聞くんですよ。おう、その紅茶に入っていた髪の毛がお嫌でしたか。まあ、嫌だろうね。氷川さんはわざとそんなことしたんですか。東は、これは静香の髪の毛です、あなたは静香の髪の毛を認識して紅茶を飲まなかったんですよね。なぜですか氷川さん。まあ、つまり静香の実態というか、まあ、例としてあるんだったら、その髪の毛も例の一部だから氷川さんも認識できているから。なるほど、氷川さんはあんたも見えてるでしょと、このもしも見えてないとしたら、この髪の毛も知らずに紅茶飲んでたはずだと。なのになぜ否定するのですか。
氷川さんのことが嫌なのかどうかわかんないけど、鎌を持ってこう向けてるわけです。でも氷川さん、もうどん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 、追い込まれて冷や汗止まらないです。氷川さんがすぐに立ち去りたかったのは、静かな強力な存在だからですよね。本当にいるかいないかだけを知りたいのです。答えてください。追い詰められた氷川さんは静かをこう、両手でバーンって突き飛ばしてしまう。そしたら東は、ありがとうありがとう氷川さんって言って、氷川さんの手を掴んで泣き崩れる。まあ、いたんと、ね、幽霊として実態はあったと。氷川さんが静かを認識できているから、東の妄想じゃなかった、うん、で、最後のコマなんですが、氷川さんの両手を握って泣き崩れている東、たった一人が映っていて、僕以外にも見えているんだって喋っている東のカットで終わるんですよ。最初から静かもいないし、氷川さんもいなくて、その調査の流れとかも全部東の妄想だったっていうオチなんですよね。悲しい話だね。そうなんですよ。なるほど。まあすごい2点3点あるわけね。結局一人だったと。つまりその霊能者の氷川さんすら作り上げた妄想だった。悲しい話ですね。悲しいゾッとするみたいな。これネットニュースとかにバズってましたし、すごいですよね。まあ、他にもね、いろんな紹介したい私の好きな話があるんですけど、挨拶とか悪魔崇拝とか、まあ、いっぱいあるんですけど、ちょっと時間的に紹介しきれないので、まあ、現在まだまだ連載中なんで、まあ、どんどん面白い話が掲載されると思いますけど、まあ、気になるのはゆうまくんですよね。家族環境が怪しかったりとかするんですけど、まあ、そもそも百物語っていうのは語り終えると必ずしも不幸をもたらす怪が現れるわけじゃないんですよ。幸運を運ぶ怪も現れるって言われています。なのでもしかしたらゆうまくんにもそんなね、幸運を運ぶ怪が出てみんな幸せにみたいな。絶対ないよ。絶対ないよ。風になってくれたらなと。これ炎上案件だよ。今紹介した話はですね、サンデーウェブリンクにて無料でいくつかの話は読むことができますので、ぜひ読んでほしい。すでにもう67話あって、これからも随時更新されていく。単行は3巻か4巻ぐらいになっていて、お単行本もある。まあ、楽しめる1年で、ゆうまくんどうなるんでしょうね。100話目期待ということでした。いいですね。すごい1話1話が面白そう。私が紹介したのはちょっとそんなドーンみたいな怖い話ではなくて、ちょっとひねった話というか、うん、目にも奇妙な物語っぽい不思議系の話をチョイスしたんですけど、他にもじゃあ ド直球の怖い話とか。そうですね、まあ、ちょっと刺激が強い怖い目の、まあ、小学生とか中学生とか読んだら夜寝れなくなりそうな話も掲載されています。皆さんね、読んでもらってゆうまくんの育成もね心配しつつ、ありがとうございます。